68回秋季関東高校野球大会速報でした。次の速報は2時35分頃です。おじいちゃんおばあちゃんの絵をですね、ぬいぐるみとして持っておきたいのでっていうふうに、あら、おじいちゃんおばあちゃんが、そんなもらったら泣いちゃいますよね。あ、そうですか。じゃあまずは子供たちが描いた落書きとか絵が送られてくるわけですよね。はい、そうですね。それはご覧になってどんな感じですか。最初やっぱりとにかく面白い、よくこんなことを想像できるなという